5月13日、渋谷区にある鳩の森八幡神社で第22回鳩の森滝技能が開催されました。地域の人々に滝技能を通して伝統文化に触れてもらおうと毎年この時期に行われています。滝技能は舞台の周囲にかがり火を焚いて行われる能楽です。火入れ式の前には地元の鳩森小学校の児童による連吟が披露されました。その後、辺りがゆっくりと暗くなると火が灯されました。この日上演されたのは、佐渡に狐がいるかいないかをめぐって賭けをすることになった百姓の2人と賄賂を受け取った役人とのやり取りが楽しい狂言佐渡狐と、静か御前の霊が現れて里の女に乗り移って舞を見せる能の演目、二人静かです。燃え上がるかがり火に照らされ、来場者は幻想的な世界を楽しみました。能を知るきっかけとして滝技能を見ていただいて、それで気に入った方には能楽堂にも足を運んでいただいて能を見ていただく、そういう日本の誇る伝統文化を多くの人に知ってもらえる良いきっかけにこの滝技能がなってくれたらと思っています。